義師四十七図、マセ九代優正明、マセ正明、マサキ元六十六年二月四日、は、江戸時代前期の武士。阿公老子四十七子の一人。通称は、九代優、九代優。マセの読みは一説に、マナセ。返名は、三橋清司定。歓迎十八年、阿公朝の家臣、マセ県大部の長男として誕生。母は、浅野家,家臣、田川九左衛門の娘。 昭法二年に、父が隠居したため家督相続。阿公藩では二百国の藩を埋め付け、カリベヤジローの娘を妻に迎え、その間に、正正時と、正正美サを設けた。元禄十四年三月十四日、四君、浅野長則が、吉良義仲に人情に及んだ際には、阿公にいた。四月十八日には、衆生目付、荒木聖原の白見文の案内をしている。 大石義雄に新聞決板を提出して、赤藩の飛び寮の加藤軍の本徳寺寮へ移った。老齢ながら忠義の心は熱く、大石にたびたび決起を迫った。元禄15年8月には一族の田川久左衛門が脱命しているが、マセ親子は残った。9月には息子の正時が江戸へ下校し、10月には九太夫も江戸下校した。 三橋清邸と称して新興寺町四丁目の中村正時の借屋に入った。なお、三郷は祖父の名字であった。吉良邸へ打ち入りし、吉良義中の首を上げた後は、熊本藩主、細川津成の屋敷へ預けられた。元禄十六年二月四日に、細川家家臣、本城喜助の解釈で切腹した。去年六十三、主君。 朝野長典と同じ高輪仙学寺に葬られた。法名はは誉れ道剣神事。なお、次男の正正マサは幼いため内入りには、加わらなかったが、父や兄の切腹後、一族連座して、伊豆大島へ流された。その後、伊豆大島へ流された阿光老子の維持は、陽善院の斜面運動などが功を奏して、公営三年八月に斜面されたが、マサだけはそれを目前にして、 大島で死去している。ありがとうございます。